You're listening to Shibuya Cross FM.庶民の心に寄り添い、地域に貢献する元町役場公務員歌手田辺泰蔵がお送りする午後のひととき泰蔵映像、渋谷クロス FM 88.5MHz、 そして番組ホームページからでは、映像音声でも、ご視聴いただくことができるこの番組がスタートいたしました。本日は、4月の24日水曜日の午後2時を過ぎました。現在の渋谷区、傘を差している人もいるし、いない人もいるような、ちょっとあいにくの雨模様でございます。僕もこのスタジオに来るときにですね、傘を差してきまして、今日はちょっとね、楽器も持ってたんでね、もう楽器をハグしながら、傘を差してきたという感じでしょうか。僕は先週、先週というか先月からいろいろありましたが、3月夏のアダマンツミュージックのね、皆さんにゲストに来ていただきまして、藤込さん、ゲストにいただきまして、とても貴重な、音楽の原盤制作など楽曲制作にの裏側に迫るお話を先月はお伺いすることができまして、とても嬉しい思いでございました。そこから、自分の、活動、PR 活動とかもありまして、先週は東京の明治座に行ったり、いろんな活動をさせていただきましたが、それから、いろいろありましたね。なんかもう NHK ホールで、南春夫生誕祭のイベントもあったりしてね、なんかここしばらく本当に楽しく充実した時間を過ごさせていただいております。そしてこの、先週のね、正しくは今週なんですけども、日曜日に、仙台の作並温泉で、ララリゾートホテルグリーングリーンというところで、第2回歌仲間カラオケ発表会、若菜広瀬&若菜愛友会の、主催のカラオケイベントがありまして、そちらに行ってまいりました。もうたくさんの皆様、総勢歌、そしてまた日本舞踊も合わせまして約75組ぐらいの、出演の皆様がいまして、お昼の部夜の部務めさせていただきました。僕も昼の部はちょっと面白い、ちょっとポップな感じで、登場させていただきまして、夜はしっかりと歌わせていただくということで、主催の広瀬さん、そしてまた、田辺泰蔵ファミリーの皆さんもですね、本当に長時間ご尽力を受けていただきました。ありがとうございます。そんなところで、緊急報告が、そんなところなんですけれども、でここからまだ今日の、ラジオが終わりましたら、またちょっと、関西方面に飛行機でビューインと飛んでいくというところなんですよね。ということでした。さあ早速、今月も元気いっぱいやっていきたいなと思います。ちょっとオープニングに行く前にですね、オープニングコールは、そのゲストの方と一緒に発声したいなというところもありますので、早速ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。もう僭越ながら、僕なんかね、ちょっと恐縮なんですけれども、窮地の中とちょっと申し上げさせていただきましょう。ゲスト、シンガーソングライタープロデュース業も今もう専念されております水瀬彩子さんです。イエーイ、水瀬彩子です。こんにちは、どうもよろしくお願いします。やったやった、なんか嬉しい。こういう感じです。もう本当にね、キュートな彩子さん、そして、歌えばもう急にね、人物が変わったかのように リリシク、もうかっこいい歌声を届けてくれます。今日もね、実は後半ちょっとお楽しみコーナーもありますので、皆さん、楽しみにご視聴いただきたいなと思います。詳しくはね、宮城彩子さんもそうなんですが、
と深掘りをしていただく、時間を設けたいと思いますので、まずはタイトルコールをご紹介していただきたいと思います。午後のひととき泰造映像、この部分をですねご紹介していただきたいと思います。スマートフォンパソコンの前の皆さんも泰造映像のところはもう右手を上げてご紹介していただきたいと思います。それではいきます。午後のひととき泰造映像。この番組は企業のシステム構築、株式会社システムソリューションズ他の提供でお送りいたします。はい、田辺泰造がお送りする渋谷区神南シダックスカルチャービレッジにあります渋谷クロス FM サテライトスタジオより生放送を生配信でお送りしております。この番組ではアーティストゲストはもちろん地域からも企業ゲストもお送りしていく、お迎えしてお送りする人と地域に寄り添う番組を目指しております。今月はアーティストゲストをお迎えしての放送となりました。改めましてご紹介させていただきます。アーティストゲスト水瀬彩子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうね、皆さん水瀬彩子さんご存知でしょうか。知ってるよっていう方もね、誰でしょうかみたいなね、泰造さんとなんか旧知の仲というだからだけだから、やっぱりこうたくさんお仕事もされてきたのかなと、そういう風にちょっとイメージを湧く皆さんもいらっしゃるかと思います。まあ、そんな水瀬彩子さんを私の方からちょっと紹介をさせていただきます。お願いします。はい、誕生日がなんと来月5月6日ご出身は大阪出身、大阪のどちらですか。京橋っていうところ。京橋、はい、いいですね。東京にも京橋ってありましたね。京橋ですよ。京橋、ね、そうです。全然イメージ違いますけどね。まあでもそういう親しみやすい ね、大阪のお姉さんでございます。まあ特技、アクセサリー作り、ドレスの制作。そうですね、ほとんど自分のステージ衣装自分で作ってます。そうですよね。僕、まあ、かつてちょっとね一緒にご一緒にライブさせていただいた時も、今日も手作りのドレスなんですよってね披露していただきました。あの当時が初めてぐらいだった気がする、うん、やり始めて、やり始めたぐらいだね。すごいですよ、やっぱり、ね、デザインとか、まあ、スケッチもそうですけど、スケッチ、デッサン、スケッチもそうですけど、ね、それで作れるっていうのは素晴らしいですね。洋裁もできる、うん、そして資格は普通自動車免許、ここびっくりしますよ。宅建英検準1級、これ宅建ってこれも1級ですか。あ、それは級はなくて、宅建というもの。でも私が取った当時となんか名称がやや変わってるんですよ。宅地建物取引、うんうんうん、なんとか、忘れちゃっただったけど、今はちょっと変わって、なんか主任者なんだっけ、なんかちょっと名前今変わってみた。まあ要するにごめんなさい、今忘れちゃった。不動産売買をそうです、することが仲介とかをできる資格ですよね。説明ができる、うんうんうん、資格で、なんか13年くらい前に、うん、あ、なんか取らなきゃと思って焦って取った。そんな、その職業をちょっと片手間に何かちょっと持っといた方がいいかなっていう不安になって、身を守るために。そうですね。そういうことですね。ちょっとそう、保身って言ったらあれなんですけど、そういうちょっと失礼な言い方ですけども、なんかちょっと不安になってしまって、うんうん、まあ、その主軸を音楽に置くための、そうですね、まあ、武装ですよね。そうですね、業務武装というところ。そういう言い方良くないかもしれないけど、そういう感じ、うん、はい、いや、まあまあでも大事なことだと思います。はい、なんと
北海道日高郡新日高町サポート大使を2010年からはいさせていただいてます、ポールデウォークってこれポールデウォーク2018年から、はい大使をされているということで大田区の方で発祥した発祥というか、うんまあ、全国にあるんですけれども見た僕チラシ見たそうですそうです蒲田駅で見たあそうですなんかいろいろやってるやつああああそれでウォーキングねウォーキング全国でやってるんですけど私はその大田区の方のチームでその組織されてるところのポールデウォークっていうチームの大使をさせてもらうね、先にこういうね、人物の特技とかの内面から始めて入ったんでこの人じゃあ誰だよって何なんだよってなるかもしれませんごめんなさい順序がちょっと逆転しました実は、まあ、芸能歴でいうともう35年ぐらいになりますかね間まあ抜けてましたけど、うん、そこ抜けてるのを足しても引いても25年ぐらいは経つかなと思うんですけれどね、うんまあ、いわゆる幼少期、はい小学生時代にですね TBS 系テレビドラマ、うん、美空ひばり物語で少女時代の美空ひばりさんの役を演じそしてまた歌われましたこれが芸能デビューのスタートですよねそうです原点ですよね、はいうんまあ、そして、まあ、経歴はたくさんありますもう略歴というか、まあ、たくさんありますんでこちらはねちょっとホームページでご覧いただきたいなと思うんですがちょっとその中ちょっとかいつまんでお話しさせていただきたいなと思います、1990年東芝 EMI、よりもカエルのルンバという楽曲これなんですかカエルのルンバっていう子供向けソングでもないそんな告白されちゃゲロゲロって歌うんです、なんか子供向けの子供向けですよねそう子供向けなんかね、うん、その某をカエルをキャラクターにした、うん、製薬会社のありますね、はい、落書きとかされるはいテーマソングになる予定だったので作られたんですけれど、うんはい作られた後に結局ならなかったという幻のお蔵入りの名曲ですねそうですねそうですねそんな感じではいそこからねなんと 僕とすれば、うん、もうすごくリスペクトしているミュージシャン、インコクニートというイギリスのグループバンドがありまして、はい、アシッドジャズとかね、はいそういうのすごく好きで僕も大阪にコンサート見に行ったことがあ本当ですかありますどこだったブルノートとか IMP ホールあはいそういうなんかモーダホール、IMP ホールです、うんうん、でそこで帰りに僕ブルーイとメイザリークにサインしてもらっておーマックでおーって、ね、みんなこっちで盛り上がってもうインコグニートっていうすごく有名なビッグバンドまあまあまあ世界的なね世界的なアーティストがありましてその、ブルーイのプロデュースによる音楽活動を、ロンドンに行きまして渡英してロンドンで半年間で音楽活動を経験しプロデュースしてもらうようなこともかつてはしているワールドワイドの活動をねいやいやいや、まあ、それもねアルバム作ったんですけど、うんうんうん、結局発売されなかったの出たお蔵入り第2弾ですねちょっとこの辺はちょっとこの辺ですねこの音ですねそうですねそんな感じでそれから、2006年、はい、もうここに水瀬彩子さんという名前に芸名を改名しまして、はい、変わりました、徳間ジャパンコミュニケーションズより東京ブギウギ京都の恋償いというカバー曲ですね、カバー CD をリリースされるということでございます、ここからも日本国内にとどまらず、フィンランドなどでもライブツアーを行い、その後2016年以降はシンガーソングライターに転向し数々の楽曲をリリースをされましたそしてここからすごいシンガーソングライターに加えて新しい、まあ、鬼に金棒と言ってもいいかな、もう初のプロデュース業に着手し作品を2022年一昨年前ですね発売されました、なんとユリアさんというアーティストのファーストアルバム宝物を、ね、この画像も、ね、いただければ出せてあそうだそうだねということですそしてなんとご自身のプロデュースも初めて全曲、はい、作曲作詞を行い、フルアルバム宇宙の隅っこでを徳間ジャパンよりも発売されましたこちらはもう超有名ですよね有名なんですか有名ですあ僕なんかあすみません僕の中ではすごく有名で知らないうちに有名になってるのかと思っちゃったそうなんですそれで、まあ、ちょっと前後しますけれども実は水瀬彩子さんとのご縁を感じるのはなんと僕今徳間ジャパンで活動させていただいておりますが、
なんと担当ディレクターが同じでございます。はい、田中隆ディレクターで、僕もそうなんですけど、で、水瀬彩子って僕のプロフィールに書いているので、え？なんで知ってるの？みたいな話になりました。いや、まあ、戦友ですとか言って、当時ちょっとお話をして、あ、そうなんだ、よく知ってるよって話になる。そこからなんかいろいろ話がつながってというところで、はい、で、まあそんな、その宇宙の隅っこでのアルバムの話もね、全曲できましたという。でそれから僕が今ボイストレーナーで支持している向井浩二さんももう同じ担当ディレクターで、しかも古い仲だとお伺いしておりまして、そうですね、スタートは相当古いです、うん、ね、その時は一目会っただけなんですけれど、うん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 、そうなんですよ、その田中さんは、うん、なんかまた間に入ってくるんですよね、その繋がった理由がなんか結構私がその出演したイベントに向井さんがいらっしゃって、でそこに田中さんもいらっしゃって、そこが全ての始まりだったみたいな感じだったことですよね。そう、みんな繋がってる、悪いことはできないですよね。そうです、もうなんか一人挟んで二人挟めば共通の知り合いみたいなところはこの業界よくあります。めちゃくちゃありますね。まあそんなところで、今日も向井浩二さんにですね、先週ちょっとお会いしたときに、実は皆さん、そうですか、よろしく言っておいてね、もう幼馴染みたいなもんだからみたいなことを言っておりましたけれども、はい、で僕ね、向井浩二さんとラブラブなんで、知ってる、はい、さあ続いていきましょう、はい、そんなところで、つい最近のホットな話題でございます、2024年ですね、あの話ならば、はい、うん、楽曲提供とプロデュースを手掛ける男性デュオ、はい、月光のデビューシングル、はい、これタイトルは夢が覚めたら、夢が覚めたらという楽曲がトクマジャパンより発売されました、こちらがですね、この21日にですね、僕はちょうど仙台でイベント出てた時にデビューイベントがあったんですよね。そうですね、月光那須塩原温泉のホテルニュー塩原、ニュー塩原、あ、有名なところですね、はい、ここであれですかね、もういわゆるワンマンコンサートみたいなの。そうですね、このデュオの、月光のデュオのこちら側の、上松さんという方が、はい、そのホテルニュー塩原でずっともう何年も何年もずっとステージされてて、なホームグラウンドなんですよ、もう月のうち3分の1か半分くらいはされてるって感じ。でそれでたくさんのお客様いらっしゃってくださって、えーってなってました。まあでもね、すごい大変喜ばしい人のこの夢の実現をサポートするプロデュース業っていうのは思いもひとしおだったと思うんですよね。すごく嬉しいですね、うん、やっぱり自分が書いた曲を私が初めてお会いする方とか本当にね、うん、たくさんの方に聴いていただく中で、うん、その彼らが歌っている姿、うん、見るのはね、なんか本当になんだろう、私子供いませんけど本当これ親心みたいな感じなのかなってちょっと思いましたね、まあ、ドキドキしながら見る三冠目みたいな感じ。そうですね、でしょうね、失敗しないかなとかなんかいろいろ思いながら、しながらね、そうですか、まあなんかそういういいですね、新しい世界の一つの引き出しというかチャンネルが、はい、ちょっとなんか新設解説されたというのを感じでしょうかね。そうですね、本当にありがたいです、うん、まあ、そんな、多彩な、皆さん彩子さんをお迎えしての体操映像元気よくお送りしております。ここで、楽曲紹介をさせていただきたいと思います、まず、私の楽曲今夜だけはシンデレラ、そしてはい、私は、アルバムの中から水瀬彩子宇宙の隅っこで If I Could Turn Back Time という曲を聴いていただきたいと思います、はい、では2曲続けてどうぞ。茜空に輝くサイン、一つ二つ明かりが灯る、いざなわれて心が踊る、夜の街は影ろう、あなたと私恋愛
バカよね私信じちゃう太蔵、今夜だけはシンデレラ、そして皆さん、あやこさんで宇宙の隅っこで2曲続けて、そして、今現在の宇宙の隅っこでは BGM でしばらくお聴きいただきたいなと思います。ありがとうございます。ここでちょっとメール紹介を少しだけちょっとたくさんいただいてるんですよね。まずは、ゲスト水瀬あやこさんに来てますよ。ありがとうございます。太蔵さんこんにちは。4月24日今日のゲスト水瀬あやこさんを楽しみにしています。24日、あ、今日ね、シンガーソングライターとして、イリエさん月光のプロデューサーとして頑張るあやちゃんを応援しています。これね、ラジオネームがささちんさんですね。ありがとうございます。いや、もう来てる、見に来てる。じゃあそんな感じ。はい。太蔵さんは演歌かと思ったらアーカイブを見たらめっちゃアイドルなのでびっくりしました。アイドル、はい、ある意味アイドル、はい、ありがとうございます。リクエスト曲、今夜だけはシンデレラ、タイちゃんコール、あやちゃんコールで応援いたしますということです。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。それからもう一通、太蔵さんこんにちはといただきましたのは忘れん坊さん。昨夜から雨でひんやりしている仙台です。渋谷クロス FM、午後のひととき、出演お疲れ様です。今日も楽しみにしてます、頑張ってね。忙しい活動の中、気温差があるので体調に気をつけて頑張って応援していますということです。ありがとうございます。いや、体調崩す人めちゃくちゃ多くて、僕の和歌山のお姉ちゃんもね、この間までちょっと高熱出してて、で今日も電車で来るときに、ね、みんなね、咳払いをしてる人が多いかったです。もう一つ、こんにちは、かっこおはようございますといただきました。マルブーさん、仙台のイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。
疲れていませんか？疲れていません。はい、こちらは雨です。そちらはどうですか？傘を差したり差さなかったり。はい、今日のラジオはどんなお話なのか楽しみです、ということでいただきました。ありがとうございます。そう、皆さんね、本当にこうやって、リアルタイムでも見れるし、アーカイブでもね、はい、この番組は2週間後に YouTube で、水曜日チャンネルで、ご覧いただくことができますので、よろしくお願いします。さあ、そんな、水瀬綾子さんの楽曲もお送りしているわけなんですけれども、水瀬綾子さんと田辺泰造の原点といえばですね、東京都内赤坂バードランドという、ライブハウス、ライブレストラン、ラウンジ、ジャズライブハウスみたいな感じかな。ジャズが主流ですね。うん、そこに、まあ、メインゲスト2人ツートップで、最初に何人かの若手の歌手の方が歌って最後に歌わせてもらうという、まあ、いわゆる長丁場の、ライブがありまして、これ画像出せます、ディレクターさん。懐かしい。はい、皆さんどうぞご覧ください。画面で当時のフライヤーポスターが出ます。2000、これ何年かな、2014年、若い。そして僕もちょっととんがってるね。なんか違いますね、ちょっとなんかホストっぽいみたいな。はい、もうなんかちょっと、まあまあ、綾子さんはね、相変わらずエレガントというところでございます。もう大丈夫です、ね、過去の記録はもうこのぐらいにしておきましょう10年前でしょ、だって。そう、10年前ですよ。10年って思えないですね、やっぱ10年早いですね。いやー、すごいですね。めちゃくちゃ早いですね、10年めちゃくちゃ早いけど、びっくりしちゃった。まあ、そんなことがありました。で、今日は実はこれから、まあ、当時のバードランドの水瀬綾子、田辺泰造ライブをちょっと思い出しつつ、今日はこれから、2人のジョイントミニライブを行いたいなと思います。いかがでしょうか。イエーイ。あれ、ならない。あれ、ならない。ならないんだ。イエーイ。はい、ということでございまして、ちょっと今しばらくスタンバイをさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ、はい、歌のスタンバイよろしくお願いします。はい、あ、じゃあ僕もスタンバイしないといけないね。はい、そうですね、そうですね。君がこぼした白い涙か、忘れられよろしいでしょうか。お、なかなか、お願いします。なかなか珍しいアングルですね。本当ですね。ね、エブリリトルシングみたいな野生動物は違うね。いきます。今日は今を抱きしめてというね、今から何年前ですかね、まあ、千堂信子さんと吉田栄作さんが、はい、デュエットをしたドラマの主題歌でありました、楽曲を今日は2人でカバーしたいなと思います。はい、いきます。今を抱きしめて、ありがとうございました。皆さん、ミニライブにようこそいらっしゃいました。イエーイ。ようこそいらっしゃいました。イエーイ。さあ、続いては、はい、水瀬綾子さん。はい、じゃあよろしくお願いします。私、水瀬綾子の曲をお届けしたいと思います。私の今発売中の、フルアルバム宇宙の隅っこでというアルバムの中からこの曲を歌わせていただきたいと思います。皆さんの春が前向きで素敵なものになるように心を込めて歌いたいと思います。明日への旅、聴いてください。あ、つまずき傷ついて、悲しみの中もがいた日々が、一つに
つながる形に変わる瞬間素敵な楽曲でございましたね。では、はい、ご着席いただきたいなと思います。さあ続いては、ミニライブの時間を経つの早いものでございまして、次の楽曲が最後の曲となりました。はい、最後は、私今一番頑張っております、男のロマンのカップリング曲でございます。今日のね、ラジオネームの皆さんの、リクエスト、はい、笹ちんさんのリクエストでありました今夜だけはシンデレラ、こちらお送りしたいなと思います。ではまたカメラを2つに彼女と僕と、はい、でこのサビの部分抱きしめてたいちゃんでございます。よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。今夜だけはシンデレラ。茜空に輝くサイン、一つ二つ明かりが灯る。いざの割れて心が灯る。夜の街は歌う。あと私恋愛ドラマ、バッドエンドにさよなら。いきます。抱きしめて離さない、バカよね私信じちゃう。ダメいて燃え上がる、赤く染まった抱きしど。今夜
時計の針重なり合えば三つ四つ時間が過ぎてもうスピードかけるけてゆく夜の街は歌ったそろそろ血が空回りあなただけ見つめてるいいでしょう夢を見るくらい叶わない恋なんて思わせぶりは最高、はい、はい、改めまして、水瀬彩子と田辺泰造の、午後のひととき泰造映像版ミニライブ、はい、以上でございました。皆さんありがとうございました。やっぱりなんか楽曲紹介をこの番組とかでもよくさせていただくんですが、こう生のこう、ね、音圧この空間もうすごいねやっぱ感動いたしました。さすが楽しかった皆さん楽しいですね。いやもう嬉しかった、なんかちょっと10年前を思い出すような感じ思い出しましたね。ね、いやもうなんかね僕のその当時の彩子さんのイメージはもうとにかくその時間に真摯に向き合う姿っていうのがねそうなんですか、すごくありましたね。いや、まあ、ちょっと話せば長くなるんですけれども、はい、もうとにかくステージの構成とか、はい、もうとにかく楽屋で入念にチェックをして、うん、まあ、歌もなんかこうすごくおとなしい集中してる感じで舞台に出たらバンとそれが爆発する、そんな、ものをすごく感じました。ありがとうございます。もうなんかこういうのを定期的にねやっぱりやっていきたいなっていうのはありますし、うん、やっぱりこう生のバンドであの時やりましたね。そうですね、結構メンバー、ね、揃ってやってましたもんね。多くやりましたもんね。それまたそういうのね、うん、今後とも今後もやっぱそういうのを定期的に僕もやっていきたいなというのは思いますので、またこれからもよろしくお願いします。いや、こちらこそです。よろしくお願いいたします。そう、それからちょっと話はね、さっきちょっと楽曲が流れてた時もお話にあったんですけれども、まあ、先日ね2月1日の田辺泰造コンサート2024渋谷区の、大和田文化センター伝承ホールでも、彩子さんが駆けつけて応援に来てくれまして、もうなんかねすごく励まされました僕が。めっちゃ良かったです。前回って7年前とかでしたっけ。そうですね、6年前、6年前か、2017年。あの時も、はい、見させていただいて、ありがとうございます。なんかめっちゃなんだろう、元気になるなと思って、なんだろう、ね、行きたいなって思えるコンサートだったなっていう印象で、すごい楽しませていただいて、ありがとうございます。で、今回も、はい、エネルギーチャージしてもらいました。ありがとうございました。さっきちょっと思い出した、タイタイちゃんってやったとき、そうそうそう、LOV、そう思い出しましたよ。やっぱりね、作り込んで自分の思い描いてきたものを形にするっていうのはすごくありますし、もちろんその赤坂でのライブもそうですけれども、そういうの一つ一つこう積み上げていって、自分の作品に1時間30分2時間のものにしていけた。行きたいなっていう気持ちはこれからも持ち続けていきますので、まあ、それをちゃんとこの立ち会ってもらえたっていうのが嬉しいかと思います。いやいや、もうまた開催される時には駆けつけます。ありがとうございますそれがまたね、この共通のディレクターもやっぱ担当、徳間ジャパンの担当ディレクターもやっぱり同席されてますので、はい、そういう中でもやっぱりこういろんな話が共有されて、こんなこと言ってますおっしゃってましたよみたいな話を僕は今日初めて聞いて、言っちゃっていいの、言っちゃっていいの、もうお願いします。なんかやっぱあれだな、泰造くんのステージは
なんか人柄の良さが出てるなって言ってた。嬉しいです、はい、ありがとうございましたそう、そういうこと僕に直接は絶対言わないんで、田中さん言っちゃったよ聞いちゃったよ、秘密は漏れるよって聞いちゃった。そうなんですよね、ここだけの話ねっていう話ほど出ることが多い。いや絶対 100% でしょそれも承知の上でお話をされているのかもしれませんね。はい、はい、さあここで、はい、ね、メールが届いておりまして、お、いきます。はい、和歌山から応援していますよといただきました。みわちゃん、たいちゃんこんにちは。ゲストの水瀬彩子さんこんにちは。先日から高熱が出て、あ、さっきの話してたね、今日は足が腫れて痛くて歩けないみわちゃんですが、たいちゃん体調とか大丈夫ですかということで、季節の変わり目体調に気をつけてね、今日もみんなをハートフルボイスで癒しのパワーを振りまいて元気にしてください。和歌山から見てるよ、応援してるで、うん、たいちゃんということで、これ実の僕のお姉ちゃん。ああ、そうですか。ええ、そうなんです。お姉様、お姉様ありがとうございます。今あのスマホかパソコンで見てると思います。高熱の人多いんだなと思ったらお姉様だったんです。そうなんですよ。最近だからちょっと季節の変わり目でね、花粉と思いきや実は気管支炎だったみたいな人もおります。そんな話をしていたらちょっと時間もあとわずかになってきましたので、せっかくご準備していただきましたので、はい、このコーナー行きます。田辺太蔵ゲスト質問したいぞ。はい、では、ゲストの皆さんにあらかじめ、お答えしていただいているカードの中から、質問の中からこのカードを引いていただいて、ご質問に答えていただきたいと思います。行きましょう。どれにするかな、はい、うーんとこの辺にしよう。よいしょ、いきます。一番抽象的ですね。はい、はい、行きました。どこだ、はい、あ、こっち見せる。最近のマイブーム、と出ました。さあマイブームは何でしょうか。最近のマイブーム、あのあのね、マイブームっていうほど大きなことじゃないかもしれないんですけれど、あの私、あのいつも家に、あの家でご飯食べれるとき自分でまあ作ってるんですけど、なんか野菜めっちゃ食べるので、うん、なんかだんだん毎回その切っていや洗って切ってやれしてする工程が、うん、なんかだんだんたまにめんどくさい時があって、あのっていうか家で作りたいんだけど切る工程の時間を考えるとなんか作れないみたいな時あるじゃん。それでそう干し野菜作ることにしたの。でなんかあの、ま、あのなんていうの、窓、ね、窓のところにあの、ね、干し野菜専用のネットをなんか1200円ぐらいで買って、カゴみたいな。そう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 。でそれであの、うん、何ですか、何でもあのネギとか、うん、あのピーマンとか全部乾燥させて、でそれでもあらかじめ支度しておいたら、うん、あの毎回取り出してあの包丁出してあれしてこれしてやるよりか、うん、いっぺんにやっちゃった方が時間はその時はかかるけど、うん、楽だなって気づいて。その野菜は、うん、まだ切ったりもするんで、もうね切った状態で干しちゃう。ああそうそう。でそれであとはもう鍋に放り込むとか、味噌汁とかに放り込んだらもうそのままできちゃう。そう、そこそこ。そうなんですよ。あ、それは便利かも。そう、今自宅であのナスビ干されてる今ナスビ干しっちゅう。昨日の夜はネギを取り込んで切って直しときました。僕もね、お昼ランチにね、はい、味噌汁を必ず飲むようにして、はいはいはい、それも乾燥野菜、ほら、インスタントのフリーズドライみたいな。はいはい、まあ、そういうことですよね。そう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 。自宅なのでそこまでバキバキにはできないけど、ね、まあ結構味もいいんですよ。すぐ活用できるっていうんですよね。そう、最近のマイブ。じゃあ行きましょうかね。はい、もう一枚いきましょう。はい、はい、さっきは左だったから右側行こうかな。この隠れてる人、うん、隠れてる人、あれ、ここ、隠れ、それがいい、それがいい、これでかい青色。はい、はい、じゃん、来ましたよ。おお、行きます。はい、活動以来ナンバーワンな出来事は。さあ、でも結構ね、いっぱい感動はもらってきたから、まあナンバーワン難しいけれど、でもやっぱりあれ自分のフルアルバム出せたことかな。そうですね、うん、ですね。2022年に、うんうんうん、今それまでもあのシングル曲はたくさん出させてもらってたんですけど、アルバムとしては本当人生初で、しかもあの自分でプロデュースをして自分で楽曲も全て作る、うん、フルアルバムを作りたいなっていうのは、うん、なんとなくおぼろげに20年くらい前から願ってたんです。実はそう、うん、それがやっと叶ったので、ありがとうございます。素晴らしい。
それですね、やっぱりアルバムアーティスト、僕もそこを目指してます。あ、はいはいはい、やっぱシンガーソングライティングをして、うん、アルバムアーティストにして発売していくという活動をやって、やっぱりこうライブではオリジナルで成立させるというところ、ここはちょっとねビジョンとして描いています。それは私もそうですね、まあ、オリジナルで構成したライブを作りたいっていうのもあるし、うん、はい、さあ時間が迫ってまいりましたので、はい、お知らせ、先ほどね夢が覚めたらの ね月光さんの今絶賛発売中でございます。好評絶賛発売中でございます、はい、そしてイリアさんもね、はい、イリアちゃんも宝物、こちらも絶賛発売中、彼女も、はい、イベント結構やるので、また X とかインスタとかチェックしてみてあげてください。はい、あとはまたお知らせできますので、はい、僕の方からは、また何か情報がありましたら僕の方からもお知らせさせていただきます。田辺太蔵からはですね、また SNS、ホームページ等をご覧いただければと思います。ちょっと今ね最近ホームページの更新がちょっと滞っていますが、はい、頑張ります。はい、ここまでお送りしてまいりました水瀬彩子さんゲスト、誠にありがとうございました。ありがとうございました。本日の放送は5月8日頃2週間後ぐらいから、渋谷クロス FM 水曜日チャンネルでアーカイブ配信されております。そして来月の放送は5月22日水曜日、こちらは今度渋谷区で活躍されている会社企業の皆様に、ゲストにご登場いただきましてお話を伺いたいなと思います。それでは最後に2人でタイトルコールをしまして、男のロマンのプロモーションビデオをご覧いただきながらのお別れでございます。それではいきます。午後のひととき、タイゾー映像。